皆さんこんにちは。元ガンバ大阪で今は南葛 SC に所属している下平拓海です。お久しぶりです。ガンバも僕がいた頃とはだいぶメンバーも変わりましたけど、シュウだったりタカシだったり、チームを引っ張っていける選手がいると思うんで、その2人だけじゃないですけど、若い選手たちも含めて信じて応援して、ガンバが今後もっと発展していくように遠くからですけど祈っています。僕もまだサッカーを続けていて、今年の年末に上のカテゴリーとの入れ替え戦があるんで、それも YouTube で配信があるのでぜひ見てください。今後ともよろしくお願いします。ゴールキーパーのウォーミングアップが始まります。
なければならなくなりました。そうですね、まあ、ガンバは伝統的に自分たちがボールをしっかり握りながらプレーする、まあ、スタイルなんですけれども、サイドが空いてきました。前田カットイン、落とす、荻原左足強烈。今日のキックのプレーオン、サイドから黒川、山本が持って折り返し、ガンバ先制。触ったのは倉田、0対1、試合終了、0対1、ガンバ勝ちました。史上6人目の通算完封試合100試合達成ということになりましたが、この点についてはいかがでしょう。そうです、まあ、正直こう相手がマリノスさんで、あのできるとは思ってなかったですけど、まあ、ほんまチームメイトに感謝したいと思います。